シックスプのロゴマーク一般社団法人 ID 認証技術推進協会は ID 認証技術の活用を通じ高度化された情報社会の中で生活者が安心・安全を持って自らの権利を正当に行使していける社会システムづくりの一翼を担っていくことを目指して1993年3月に設立された一般社団法人である。 2018年6月の活動25周年を機に活動の対象を IC カードシステムから ID 認証技術全般へと拡大し名称を日本 IC カードシステム利用促進協議会から変更した IC カード仕様の標準化アプリケーションの調査研究モデル構築普及啓発活動や利用技術の検討などを目的として24 会員により、任意団体として発足した。中間法人法の施行を契機とし、法人格を取得し、2003年1月に、有限責任中間法人日本 IC、カードシステム利用促進協議会となる。IC カードシステムをはじめとする ID 認証技術を普及、定着させ、より高度化した社会システムを築いていくため、 社員及び会員に必要となる情報の交換を行うとともに、利用技術の普及、敬語活動、ビジネスモデル、標準化などの調査、研究、実証実験、諸外国との交流などを図ることを目的に掲げた。1993年3月任意団体 IC カードシステム促進協議会として、発足2003年1月中間法人運法の施行を契機とし、 法人格を取得。有限責任中間法人に本 i し、カードシステム利用促進協議会となる2008年12月法人格を、有限責任中間法人から、一般社団法人へと変更2018年6月社会の環境変化に対応し、名称を、一般社団法人 ID 認証技術推進協会へ変更。 活動対象を IC カードシステムから ID 認証技術全般へ拡大。ありがとうございます。